どうも皆様、アシーです。ということで1月9日にガルパの超大型アップデ情報がこれ全て公開されるんですけれども、今回はですね、すでに発表されたそのアップデ情報をまとめると同時に新たに発表されそうなアップデ情報を予想していこうと思います。まずはすでに発表されているアップデ情報をまとめていきますね。まずは 3D ライブモードの追加ですね。これはまあ皆さんよくご存知だと思います。6周年の目玉となる新モードの一つで、まあ、当時だったらデレステが最先端だったんですけれども、今ではもう結構定番となるモードがついにガルパにも追加されます。もちろん衣装も反映できるんですけれども、ただどの範囲の衣装まで反映されるのかはまだ不明なんですよね。まあ、ガルパの今までの衣装ってものすごい量がありますので、まあ、それを全部 3D 化っていうのはなかなか難しいと思うんですよね。まあ、その範囲が一体どこまでになるのかは1月9日で発表されるんだと思います。 3D ライブモード実装楽曲は現在7バンドの初期の楽曲とアンケートで決まった7曲の合計14曲なんですけれども、おそらく今後はさらにオリジナルだけでなくてカバー曲も含めた 3D 楽曲が発表されるものだと思います。もしかすると1月9日に新たな 3D ライブ追加楽曲が発表されるかもしれませんね。そこでさらにマンスリーミッションで課金報酬が解放され、限定 3D 衣装も追加が予定されていますよね。あとはですね、これよく見てみると 3D 衣装など新規アイテム追加予定と書いてあるので、まあ、この新規アイテムが今ある既存のアイテムで、まあ、スターとか、まあ、それ以外のアイテムが、まあ、そこに入ってくるのか、それとも髪型のような他のスキン系アイテムが追加されるのかちょっとわからないですけど、まあ、ちょっとこの新規アイテムっていうのも引っかかりますよね。そしてキャラクター全員学年が上がり、ストーリーはシーズン3へ突入します。全員学年が上がり、3年生たちは卒業し大学へ進学したいとストーリーに大きな展開を迎えるんですね。すでにストーリーで四つ葉女子大学や慶法女子といった2つの女子大が登場しており、3年生全員が進学希望なので、おそらくこの2つの大学が新しくエリアに追加されるのだと思います。続いてはキャラランクなんですけれども、こちらはですね、編成したキャラクターでライブをするとキャラランクが上昇し、レベルが上がれば報酬を獲得できるそうなんですけれども、このランクの上限とかまたは報酬の内容はまだわからないんですよね。おそらくスキルチケットとかスターになってくるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、この詳細も1月9日で発表されそうですね。続いてはポテンシャル解放機能ですね。まあ、こちら画像を見てもらうと分かる通り、各パラメーターが最大で 1% ずつ上がるようになっていて、またパラメーター上昇には最大のコインが必要になっています。で、今回は最大何%まで上がるかは分かりませんが、おそらくですが今後も少しずつ上昇していくのだと思います。続いては育成画面のリニューアルですね。まあ、これまではですね、バンドボタンを押すとそこにメンバー一覧、練習、特訓、スキル練習っていうのがあったんですけれども、これを見る限り、育成ボタンを押すとその中に、メンバー一覧とかそれ以外の4つのボタンが選択できる仕様に変わってますね。まあ、これあまり大きな違いはないとは思うんですけれども、まあ、もしかすると、まあ、他のボタンをスッキリさせて、別のボタンを追加させたいのかもしれないですね。続いては楽曲選択画面の変更ですね。これまでは絞り込み機能を使ってカテゴリーから楽曲をソートする必要性があって、正直ちょっとめんどくさかったんですよね。まあ、それがですね、楽曲のカテゴリーに関して言うと左側のボタンを押すと、まあ、そこでカテゴリー分けが可能になっているので、だいぶ楽にはなってますね。さらにアニソン、J-POP といったもうちょっと細かいカテゴリー分けがされてますね。あとはマッチング画面の変更ですよね。これまでの待機画面はリーダーに設定しているメンバーと称号、そしてピンズの3種類がメインだったんですけれども、これからはですね、イラストとかライブ 2D、3D のキャラクターがメインで表示されるようになります。さらにですね、キャラランクとかフルコン楽曲数とか、またはその楽曲に対するプレイ回数など、自分の自慢したい情報も記載できるようになります。そして最後は 3D カットインモードですよね。これは 2D ライブのように 3D のキャラクターがカットインするようになります。おそらく他のライブ形式同様に動作モードで選択可能になるんだと思います。続いて新アップデ情報を予想していこうと思います。まずはですね、インタビューで社長の森川さんがリズムゲーム以外でもバンドリをより体験できるような内容にしたい、また遊び方の変化やビジュアルをはじめとした進化を行っていきたいと言っておりまして、まあ、それが 3D ライブもその一つだと思うんですけれども、またプロデューサーもですね、もう一つゲームが作れるレベルでアップデに力を注いでいると言っていることから、それも参考にして予想していこうと思います。まずはメインストーリー3章の追加ですよね。実はシーズン2移行直後にメインストーリー2章が追加されておりまして、環境も今回大きく変化しますので、個人的にはメインストーリー3章はほぼ決まりじゃないかなと思ってます。あとバンドストーリーの続編なんですけれども、やっぱりハーフアニバーサリーでもある程度注目要素を残しておかないといけないので、バンドストーリーの続編はもう少し寝かせておくのではないかなと思います。また別の動画でもちょっと言ったんですけれども、新旧や新楽とかなり環境が大きく変わりますので、前回のモルフォニカのような新バンド追加の可能性もゼロではないでしょう。
そしてドリフェス限定の3週目ですね。こちらもほぼ確定的だと思いますが、年末年始で新フェス限が全員実装されまして、6周年で3週目のドリフェス限定が登場してくると思われます。1週目のメンバーはバンドがピックアップされて、2週目はキャラ個人がピックアップされたメンバーだったので、3週目のテーマやスキルがどんなものになるのか楽しみですね。そして新モードの追加ですね。まあこれはもしかすればというところなんですけれども、昨年もステージチャレンジモードという新しいモードが追加されたばかりですが、現在ガルパは基本的にリズムゲームをすることがメインのモードしかないんですよね。で、先ほどもちょっと紹介したインタビューのことを考えると、リズムゲームで遊ぶ以外の新モードが追加されてもおかしくないのかなと思います。そしてやはりバーチャルライブですかね。まあゲーム以外となると6周年はやはり 3D ライブモード、これが代表されると思います。で、バンドリのライブは基本的に関東圏内で行われることが多く、地方民にはかなり縁遠いものなんですよね。そして改めて実感したのは、ライブには行くんだけれどもガルパーもそんなにやってないんだよねみたいなユーザーがかなり多いんですよ。まあそういうユーザーのことも踏まえると、プロセカのようにゲーム内だけの限定ライブが楽しめるようにする可能性というのは、まあ大いにあるのかなと思います。続いてはマイスタジオ設定ですね。これも今いろんなねソシャゲでもありますし、わかりやすく言うと動物の森の自分の部屋だと思ってもらったらいいのかなと思うんですけど、現在ガルパってあんまり自分で何かこうアレンジとか、なんかこう好きになんかできたりすることが非常に少ないゲームなんですよね。なのでエリアの一つに例えばこのようなマイスタジオのような要素を追加して、そこにまあ家具などね自分が好きなように配置できるっていう風にすれば、まあ、かなり遊び要素は増えるんじゃないかなと思います。で、イベント報酬とか、またはね課金してもらえるあのプレミア報酬っていうのがありましたけれども、まあそこに家具を追加すればユーザーの意欲っていうのは上がるんじゃないかなと思いますね。まあそれこそ新しいエリアを追加しなくてもラウンジの背景とかをねなんかこうアレンジできるでしょうし、個人的にはこういうモード結構好きなんですよね。まあ、家具集めるだけでも楽しいですし、まあそこにこうある程度モチーフを決めてやったりとかすることもできるので、まあ今回追加されなかったとしてもいつか追加してほしい機能ですよね。そして過去のストーリー関連のアップデートですよね。これもインタビューの会話だったんですけれども、やはり今過去のストーリーが膨大すぎて追うのがすごい大変なんですよね。なので、まあ、それの対応をしたいということもあって、まあ、もしかするとそれが1分動画だったのかもしれないんですけど、それ以外のアップデートでキャラクターそれぞれの重要ストーリーを分かりやすく表示したりとか、または、まあ、ちょっと重くなるんでどうかなっていうところはあるんですけど、分かりやすくまとめたムービーなどを展開していく可能性もあるんじゃないかなと思います。それ以外にも新エリアアイテムの追加やその上限解放、またはステージチャレンジモードの新ステージの追加といった細かいアップデートにも期待できますし、あとはですね、すでに発表されているアップデートでもやはりまだわからない点が何点かありましたので、その詳細、とにかく1月9日で全てのアップデート情報を公開していきたいとあの沢村プロデューサーがおっしゃっておりまして、 3D ライブの最新映像や各バンドの新キービジュアルといった新情報も公開していくそうです。まあ、今回は基本的にはアップデート情報だけだと思うんですけど、もしかするとアップデート以外の情報もあるかもしれないので、1月9日の発表会には期待したいですね。